して注目の日本選手です、はい、ですね。昨年はロシア選手権では5位、グランプリファイナル、ジュニアのグランプリファイナルの優勝者として出場していたこのヨーロッパ選手権、今年はロシアチャンピオンとして出場しています。ロシアの18歳マキシム・コフトン。フラメンコのプロフです。2種類の4回転を入れる予定です。ロシアの18歳マキシム・コフトゥン選手でした。最初4回転のサルコーとトリプルトーン、はい、コンビネーションがうまく入ったんですけれども、はい、次の本来4回転のトーンを飛ぶはずだったんですけども、ちょっと力が入りすぎちゃいましたでしょうか。ダブルになってしまいました。男子というか、シニアの場合はこれがトリプルかクワッドでなくてはいけないので、この人もマイナス3がついてしまうんですね、そうですね、基礎点が低い上にマイナス3がついてしまうという、ちょっと気持ちが先に行ってしまったでしょうか。そうですね、はい。しかしそれ以外のところは、はい、なかなかやっぱり魅力的な選手ですね、うん、そうですね、この曲奏をしっかり表現できてたと思います。力強さも最後まで、はい、続いていましたし、そしてステップも魅力的なステップを見ましたね、笑顔でしたね。これが、そうですね、何がちょっ
合わなかったんですね、きっと。少し前に周りにカゴミになりすぎてたかなという気がしましたね。はい、ステップシークエンス以外のところでも足の動きとかそういうところがスパニッシュをとてもよく表現していたと思います。まあもうパーツプレイヤー緊張だったので覚えてます。そして女子の得点です。さあ得点が発表されます。 41.79.41.38.83.15 というスコアです。このスコアが滑った中での4位という成績です。フェルナンデス、ボロノフ、ベルネルの次になります。そしてコフトの下の順位がチェコのブレジナになるということになります。